カール・カウツキーは、チェコ系のオーストリア人でドイツを中心に活動した、マルクス主義政治理論家、革命家、政治家、哲学者、経済学者。オーストリア帝国、ボヘミアのプラハに生まれる。父ヨハン・カウツキーは、チェコ人で、背景画家、グラワーツからプラハに移り住んでいた母ミンガは、シュタヤ人で、女優、作家だった。7歳の時に、ウィーンに移り、 ウィーン・ギムナジウムを経て1874年にウィーン大学に入学。大学では歴史哲学を専攻する傍ら、在学中の1875年にオーストリア社会民主党へ入党。大学卒業後の1880年にチューリヒへ転居し、翌1881年にロンドンを訪問しマルクスやエンゲルスと意見交換する機会を持った。 1882年にマルクス主義帰還し、大ノイエ・ツイトを、創刊、1885年から1890年にかけてロンドンに滞在し、エンゲルスとたびたび意見交換をしながら、アウグスト・ベイベルやエドアルト・ベルンシュタインらと共に、ドイツ社会民主党のエルフルト綱領の策定に関わった。エンゲルスの死後は、ベイベルと共に、 社会民主党のマルクス主義中間派を形成して、党内の主導権を掌握した。しかし1913年には、ベルンシュタインや社会民主党左派と共に、軍事力増強法案に反対し、1917年に、至って、大ノイエツイトの編集主観を辞し、ベルンシュタイン、フーゴハーゼ、ゲオルクレーデブルアラと共に独立社会民主党に参加した。 第一次世界大戦後の1922年にドイツ社会民主党に復帰し、バイマル共和国の養殖を短期間務めたものの、フライコールによる革命派の弾圧に反対し党の国会議員団から除名。1924年に政治活動から引退してウィーンに帰郷するもアンシュルスに伴い、ナチスに追われてプレスブルク、プラハを経由してアムステルダムへと逃れ、 アムステルダムで隠しした。生前のマルクス、エンゲルスと直接意見交換する機会を持つばかりか、エンゲルスの死後には、マルクスの意向の整理、編集の仕事を引き継ぎ、経済学批判への除雪、乗与価値が苦節し、資本論、民衆版を、編集、刊行した。また、ベーベルやベルンシュタインなどと、考慮策定に関わったことから、 マルクス主義理論の正当的な後継者の地位を確立。自ら編集主幹を務めた大のイ,イエ藤イを足場として、社会主義の最も重要で影響力のある理論家の一人となりマルクス主義の方法王とあだなされた。ベルンシュタインとは大学時代からの知り合いでマルクス主義者となったのも彼の影響だったが、1890年代半ば、 以降ベルンシュタインが打ち出した修正主義が党内に対頭していくと農業問題、ベルンシュタインと社会民主主義の綱領などの著作で修正主義の一連の主張に反論した。一方で1910年代に入って盛んとなったローザルクセンブルクやカールリープクネヒトなど左派の側に対しても批判を行い、1918年にはプロレタリアートの独裁で ソビエト社会主義政権を一党独裁であると非難し、民主主義による社会主義の実現を主張したで、彼を廃墟者やユダなどと激しく罵倒し、国家と革命第六章でブルジョア政府への入閣を一時的、例外的手段として認めた第二インターナショナルの伸縮自在決議を例に挙げてその議会主義を日和民主義と批判した。このか資本論解説。 近代社会主義の先駆者たち、倫理と遺物士観、キリスト教の起源、権力への道、優勢学についても語るなど、極めて多方面の分泌活動を行った。ありがとうございます。